ナショナルポートレートギャラリーにあるベンジャミン・シリマンの肖像画ベンジャミン・シリマンとその拡大家族ベンジャミン・シリマンの家族写真。個人であるハリエット・トランブルの肖像画壁に掛けられているイエール大学にあるベンジャミン・シリマンの銅像ベンジャミン・シリマンはアメリカ合衆国の科学者、地質学者、鉱物学者、科学教育者。イエール大学の科学分野における初期の教授の一人であり、また、 アメリカ国内において最初に石油の上流生成を行った人物でもある。また、アメリカで最も古くから続いている科学史であるアメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンスの創設者である。アメリカ独立戦争の最中、シリマンはノース・ストラトフォードの居酒屋にて生まれた。その数ヶ月前に母親であるメアリー・シリマンはイギリス軍によって襲撃された。 フェアフィールドから逃げ出している。また、父親であり、コネチカット民兵隊の将軍であるゴールド・セレック、シリマンは1779年5月にイギリス軍に捕らえられている。イエール大学にて学び、1796年には学士、1799年には修士の学位を取得した。1798年から1799年にかけて、 シミオン・ボールドウィンの下で法律を学び、1799年から1802年には、イエール大学に手助手を務めている。当時のイエール大学学長であったティモシード・ドワイトは、シリマンに科学及び博物学を学ぶように進め、それらに関する教授の就任を要請した。シリマンは科学に関する実験を見たことも行ったこともなかったため、フィラデルフィアにある、 ペンシルベニア大学で科学を学び、1804年にはイエール大学にてシリマンによる科学の講義が行われた。この講義はイエール大学における初めての科学に関する講義である。また、翌年の1805年にはエディンバラに留学している。ニューヘイブンに戻ってきてからは地質学を学んだ。ウェストン付近に落下した隕石の科学分析を行い、 初めてアメリカの隕石に関する科学的な報告をして、あらゆる鉱物の構成元素が判明してきた。1818 18年頃、エフライムレーンがシリマンの調査のためにトランバルのセインガナワンプスと呼ばれた場所から岩のサンプルを持ち帰り、その岩にはタングステン、テルル、トパーズ、ホタル石の成分が含まれることを彼が創刊したアメリカンジャーナルオブサイエンスにて報告した。 好物であるシリマナイトは1850年に彼の名にちなんで名付けられた。また、イエール大学医学部創設にも携わり、創設メンバーとして教鞭を取った。シリマンは IB ーリーグに属する大学が教学化することを早くから指示していた。彼は自らの講義に女性が参加することを認めていたが、イエール大学が教学化するのはその100年後のことである。 シリマンは名誉教授として1855年まで地質学の講義を続けた。また、シリマンは初めて分流のプロセスを用いた人物であり、1854年には息子のベンジャミン・シリマン・ジュニアが初めて石油の上流による分流を行った。シリマンは1809年9月17日にハリエット・トランブルと最初の結婚をする。彼女の父親は、 コネチカット衆議会議員であるジョナサントランブル・ジュニアであり、祖父はアメリカ独立革命の英雄とされていたジョナサントランブル・ SR である。シリマンはハリエットとの間に4人の子供を設けた。そのうちの一人はシリマンの助手を務めることになるジェームズ・デーナと結婚する。また、息子のベンジャミン・シリマン・ジュニアは父親と同様に イエール大学の科学分野の教授を務めた。また、1851年には、科学者であるジョン・マクレランの娘と二度目の結婚をしている。シリマンは、アメリカの奴隷制度を、巨大な悪、とみなしていた。彼は、リベリアの自由国人による、植民地化を支持し、1828年から1835年まで、コネチカット州の植民地協会の役員を務めた。 また、1813年には、アメリカンアンティックウェリアン・ソサイティのメンバーに、1815年には、アメリカ芸術科学アカデミーのアソシエイトフェローに、選出された。シリマンは、アメリカの科学誌である、アメリカン・ジャーナル・オブ・サイエンスを創刊し、アメリカ合衆国議会により、米国科学アカデミーの会員に任命された。また、彼は、アメリカ科学振興協会の会員でもある。 シリマナイト鉱物の一種であるシリマナイトはシリマンの名にちなんで名付けられたものである。また、イエール大学にはシリマンの名前にちなんだシリマンカレッジが存在する。セコヤ国立公園とキングズキャニオン国立公園にまたがってそびえる標高3412メートルのシリマン山も同様に彼の名から名付けられたものである。シリマンは 植物の学名で命名者を示す場合に、ベンジャミン・シリマンを示すのに使われる。ベンジャミン・シリマン・バイオグラフィー。イエール・ピーボディ・アーカイブス。2016年7月29日。閲覧。http://www.ajsonline.org スラッシュサイトスラッシュミスクスラッシュアバウト xhtml ルドルフ。 アメリカ大学紙玉川大学出版部、シリマンヒストリー。2012年4月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年10月31日閲覧。ヒストリーミネラルズオブオールドマインパーク、アールサリバン、トランブル、ヒストリカルソサエティ、1985、P8、ザ・ハイア・エデュケーションオブ・ウィメン。 Passage Extracted from the Annual Reports of the President of Columbia, College, presented to a Trustis in June, 1879, June, 1880 and June, 1881 Benjamin Silliman Jr. National Academy of Sciences 2014年4月12日閲覧 American Antique Wellian Society Members Directory ハット ブックオブメンバーズ、千七百1782-010プター S アメリカンアカデミー・オブ・アーツ・サイエンシズ2016年9月9日閲覧ありがとうございます